Hey guys、 こんにちは。いやー、やっと涼しくなってきましたね。秋の到来です。春と秋ってのはね、いい季節だと思います。私も好きなんですけども、春はですね、こう寒い冬を抜けて暖かい季節が到来して、こう気持ちも盛り上がってくるというかね。で、すごく色の似合う季節と私は思ってるんですけども、で、春が終わりで夏ですね、酷暑になりまして、それが終わると今ですよ、秋の到来です。これから気温が下がってきてね、重ね着をする季節というか、今後ね、いろんなものを着飾っていくのがすごく楽しみな季節になってまいります。そんなわけでね、いろいろまあ考えるところあると思うんですよ。今年はね、コートを新調しようかなとか、ジャケット買おうかなとか、ブルゾン欲しいなとかね、秋口は最初何着ていこうかなとか、まあそんなこと考えたりすることもあると思うんですけどね。そんなわけで今日はこちらをやっていきたいと思います。マスクシャツです。オーシバルですね。フランスで1939年に創業されたブランド。で、フランス海軍の制服も請け負っていたという名門です。で、まあ、バスクシャツのバスクって何かなと思って、調べてみましたところ、まあ、地名なんですね。地方名、バスク地方っていうのがあるみたいで、まあ、そちらで、そちらを発祥とするシャツということで、バスクシャツというふうに呼ぶみたいです。もともと漁師さんの作業着とかね、そういう感じで作られたシャツみたいですね。で、日本ではね、バスクシャツというと、御三家みたいに言われると思うんですけど、まあ、このオーシバルと、で、セントジェームス。で、ルミノワですかね。この3つが、まあ、有名どこで名前がよく上がると思うんですけども、まあ、その歴史とか知名度では、まあ、セントジェームスがトップに上がってくるかなと思うんですけども、今日は、オーシバルでやりましょう。オーシバルはね、そのバスクシャツだけじゃなくて、いろんなトータルウェアみたいな感じでやってると思うんですけども、よく見ますよね。キャンバストート。あれはね、なんか日本企画らしいですね。なんで、このバスクシャツはフランスで作られてる。原料がフランスやったかな。まあ他のものはともかく、このバスクシャツについては、メイドインフランスとなっております。で、今日はこのバスクシャツ2種類持ってまいりました。さっきこっちから行きましょうか。こちらの方がね、よく目にするかなと思いますね。まず一つ目がコットンロード。まあ、少し厚手の生地で、ボーダーですね。これ無地のもあるんですよ、コットンロードはね。で、割とこうザラッとした表面というか、そんな感じですね。で、首はボートネックになる。もともと作業着ということなんでね。で、生地もちょっと厚めといえば厚めなんで、まあ丈夫ですね。で、非常にへたりにくいんです。でもすごく軽いんですよ、着るとね。それからセントジェームスほど緩いフィッティングではないです。じゃあ、まあ、タイトってことはないですけども、セントジェームスほどではないですね。で、洗濯すると、しっかり縮みます。ですんで、あんまりタイトすぎるもの、ジャストすぎるものを選ぶと、後でちょっとしんどいかなと思います。なんか一般的にはね、縦によく縮むなんてことは言われてると思うんですけど、実際横も縦もしっかり縮みますんで、その辺はちょっとご注意ください。コットンロードですね。この横長に広いボートネックですね。で、エンブレムがこちら左腕のところと裾にもついてます。蜂のマークですね。で、スリットとかは特にないです。まあ、で、言ってるように若干、まあ、厚みはあるんですけども、当然洗って着ていくうちにどんどん馴染んできます。まあ、柔らかくなってきますんでね、どんどん着るたびには馴染んでいきます。そして次はもう一つですね。こちらの方がもともとできたものだと思うんですけども、ラッセルですね。まあ、ラッセル編みとかいうやつで、非常に珍しい機械で編まれているということですね。独特の生地感で、ボーダーはボーダーなんですけども、こっちはパネルボーダーですね。一部無地の部分があるっていう。ナバルボーダーとかも言いますね。多分海軍に、納入されたのはこちらのタイプだと思います。これもね、まあ、若干張りはありますけれども、まあ、コットンロードと比べるとね、こっちの方がちょっと柔らかいかなって個人的にはそんな印象を持ってます。まあ、これも着てるとね、着て洗って体に馴染んできますんで、ガンガン着て洗っていきましょう。で、まあ、バスクシャツの特徴、衣装なんかっていうことを言っていきますと、まずはやっぱり丈夫です。で、次に、まあ、洗うと縮んでくる、馴染んでくる。
で、まあ、次、ボートネックであるということ。それから、袖がまあ、短めではあります。首袖みたいな感じですね。で、まあ、1年を通して長く着れます。春も秋も着れますし、まあ、冬もインナーで使えないことはないんでね。真夏はちょっときついですけどね。なんか、これ着て、短パン履いて、ビーチとかも、全然いい感じはするんですけども、ちょっと、高温多湿の日本では厳しいですかね。ただまあ、着れる期間っていうのは非常に長いと思います。で、最初に、御三家うんぬんということを言いましたけども、私はこのオーシバルを一番持ってると思います。まあ、あくまでこれ個人的な感想ですけども、セントジェームスよりはちょっと柔らかい感じがするんですね。張り感が向こうの方が強いというか。で、ちょっと私にはこちらの肌馴染みがいいかなと思ってるんで、結構オーシバル着てます。で、まあ、どうやって着るか、着こなしていくかということですよね。ちょっとまあ、着ていってみましょうか。はい、では、まずラッセルを着た感じはこんな感じです。下に、何も着ないインナーだけ着た状態で着てます。私はこれサイズ6 6やったかな、6ですね。まあ、こんな感じなんですけども、ちょっとやっぱボートネックなんで、これがちょっと 着方を考えないといけないところなんですけども、こう見ていただいたら分かるようになってると思うんですけど、これちょっとインナーがねチラ見えしたりするんですよね、広い分。これはちょっとできたら避けたいですよね。だからまあ開きのあるインナーを着るか、もしくはまあ下に何も着ないっていう選択肢もあるんですけども、まあ大人なんでね、あんまり肌も露出しなくていいかなと思うんで、今ちょっとあえてこういう着方をしましたけども、私は普段これを着るときは下に、何か1枚着ます。で、秋冬だとシャツを着ます。で、春だと下にポロシャツを着ます。で、こう肌が見える部分っていうのをね隠して着ております。まあ、それがね一回どんな感じになるかっていうのをちょっとコットンモードなので着てみましょう。はい、では、下にシャツを着て、その上から着た感じはまあこんな感じですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、生地の感じはこんな感じですね。まあ、シャツを入れることによってボートネックの弱点を隠すというところです。これポロシャツとかだと襟出ししても全然いいんですけども、まあ、シャツの場合は僕は出ない方がいいかなと思います。まあ、上まで止めてしまうっていうのもまあありですけどもね。こんな感じで着ますかね。で、ちょっと袖、さっきちょっと言ったようにこうコットンロードなんか袖が短いんで、シャツの袖をね折り返してちょっとアクセントをつけたり、まあ、こんな感じもありかなと思います。まあ、あとはね普通に T シャツ着てその上から着てもいいかなと思いますし、さっき言ったようにインナーだけ着てそのまま着てもいいと思います。まあ、できる限りインナー見えないようにしてね。まあ、私はこうやって下にシャツを着るのが好きで、個人的にはおすすめしたいと思います。こうやってまあ秋口とかね着てもいいんですけど、ただこのボーダーの進化が発揮されるのはねインナーになった時だと思います。まあ、春秋問わずね、コットンのコートとかレザーのブルゾーンとか、まあ、私はスウェードのライダースなんかよく着るんですけども、その時にねこれを下1枚着てるとすごく様になります。で、そのコートとかねブルゾーンではほぼ無地が多いんで、こういうボーダー柄がまあ一つアクセントになりますし、まあ、こう誰が着てもおしゃれに見えるというかね、なんとなくちょっとこなれて見えるんですよね、ボーダーが入ってると。なんで非常にその辺インナーとして有能だと思います。まあ、ちょっと色の合わせ方とかでね変わってくるとは思うんですけども、インナー使いになるとねまたその能力を発揮してくれます。まあ、またいい季節になってきましたので、どんどん秋服冬服いろんなお話していきたいと思います。じゃあ今日はここまで。グッドナイト、ありがとうございました。